中3ですけど下ピン夏だけど、へえそうなんだ、何それ、報告、あそう俺別に学校の先生じゃないけどそんなに報告してこんでもいいぜ、開けた後に相談してき、いろんなこと開けることは別にあんまどうでもいいわあったよな通信簿みたいなやつ、わかる、通信網みたいなやつがこの今日の出来事を書いて先生によって言って、で先生が次の日に感想を書いてくるとあるよな、まあでもいいんじゃねえかな、仮に本当に中学生、いや中学生っぽくない、なんかさこうなんか中学生とかって分かんないじゃん、分かんないからさやっぱさいっぱい連投しちゃうわけよ、自分の話を聞いてほしいけん、やっぱ中学生小学生とかもそうや、自我のないちっちゃい子供は自分の話をやっぱめっちゃ聞いてほしいけん、だからしょうがないでしょ普通に、それは別に俺は受け入れるよ、中3なら仕方なくない分かんないじゃん、まだやっぱネットの立ち回りとかさ、そうだからよあんまり大人が冷たく当たるとよ、まあ、なんかネット怖くなっちゃうだろうっていう、こう盛大な皮肉をね今こうぶちまけてみたんやけど、こう多分やけど中3じゃないし、多分やけどこう連投という名の荒らしないの、だけんこれが俺をこういうことによって優しいやつになる、あ中学生に対する理解があるね、これゴリゴリに皮肉やけん、別にその向こうが中学生じゃなかった時クソ嫌な気持ちになるよ、向こうが中学生やったら中学生で、あ俺いいやつなんだって、フォーいいやつって、で向こうが中学生じゃなかったらクソ嫌な気持ちになる、うわ俺中学生と思われたごめんくさい、あこれは中学生許します、全然いいです、はい、全然もうごめんくさいは絶対に中学生、いやでもごめんくさいって言うか今の中学生、ちょっと待って、いや違う、危ねえ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 、いや絶対に言わねえわ、絶対に大人だわ、お前ごめんくさいなんか言うか中学生が、今の令和だぜ今、お前さその昭和後期から平成初期のやつやん、ごめんくさいって絶対に言わんだろお前、やめろよ、俺も言うでさ、お前は言うやろ、俺とタメぐらい、俺らの時代でもギリ死語だぞ、ごめんくさいクスクスクスって小学生が笑いよったやつ、大丈夫かさすがに言わんよ、言うって絶対言わんって焦んなお前、大丈夫大丈夫、俺はお前の味方だぜ、じゃあぼちぼち配信落とそうかな、じゃあみんなお疲れね、バイバイ。